ベロベロベロン。魔物の親玉を倒すなんてすごいベロン。お礼にお前の顔やめてくれ。邪神を倒し平和を取り戻したアイナたちはそれぞれの故郷へ戻り、穏やかな日々を過ごすこととなった。そんなある日、ただただ結婚しとるのにうろつきよるだけの男にならん、連携ビギナー仲間と力を合わせ連携を10回以上使用した者に贈られる称号。やばくない？真のボスまで倒したのに連携まで10回以上とか、そんなレベルなんやけど、どんだけ手動でやってないねんって感じよね。アユナ、おはよう。やっと目が覚めたみたいね。今日もいい天気よ。あなたが世界を救ってくれたおかげで村のみんなも平和に暮らしているわ。ちゃんと私が世界を救ったっていう事実は残っとんよね。よかった。ってことは過去に戻っても別に何も変えられてないってこと？ほら、寝ぼけてないで、みんなに挨拶してきたら？めちゃくちゃ普通の村人の格好になっとる。あんな伝説の勇者っぽい格好になっとったのにさ、戻ったよ、地味な格好に。私の仲間たちは一体どこにいるの？いるの今？いない。どこだよ。てか母親がマジでさ、どこにも存在せんねえけど大丈夫？ねえ大丈夫？じゃあどこに行けばいいんすか？とりあえず村の人たちと話せばいいんかな。この前石の村に来た旅芸人さんはすごかったの。綱渡りをしたり火を吹いたり。シルビアさんか。彼はお前さんの仲間だったんじゃろ。わしよりも顔が広くなっちまって、見ないうちにお前も成長したもんじゃ。まあね、顔が広い広いって言っても君はこの村の人たち全員ぐらいの感じやろ。今日も大好きな馬と一緒に散歩さ。変わり映えしない毎日だけど、この何気ない日々が一番幸せなんだよな。お前もエマちゃんとの何気ない日々を大切にするんだよ。それがいつかきっと二人の宝物になるからさ。は、勇者の剣を装備している。せっかく私が違う剣装備しとったのに変わっとるやん。世界を救うなんてああいうのすごいわね。私が大人になったらお嫁さんになってあげてもいいわよ。重婚。それかエマと離婚してってこと？それは残念。でもアイラにはエマ姉ちゃんがいるから仕方ないか。同い年の男の子にしときな。村長が勇者を揃った村の代表としてデルカダール王国の王様から褒美をもらったらしいよ。おお、今度こそちゃんと。何も聞いてない？さては褒美を独り占めする気ね。もう村長ったらはしたないんだから。いや別にこっちに分けてくれとは言わんけどさ、もうちょいなんかね、村のために使ってあげなよ。最近私の親戚に赤ん坊が生まれたんだ。玉のような可愛い赤ちゃんだったね。生命の源たる命の胎児がある限り、古い命が失われてもまた新しい命が生まれる。この命の循環はずっと続いていくんだ。いつか私たちも天に召され命の胎児のもとに帰る時が来るけど、それまでは一生懸命生きないとね。なんかな、結局さ、なんかホメロスだけ救えてあげてない感じなん、めちゃくちゃかわいそうじゃね。絶対私ベロニカと一緒にホメロスも助けてあげるもんやと思っとったのにさ、不憫すぎるんやけど。あんたが魔物の親玉を倒したらしいな。それでこそこの天才情報エルパスがいろいろ情報を教えた甲斐があるってもんだ。なんか自分の手柄の一部にしそうな感じがする。そうだ、あんたがロトズタシアを救った記念にとっておきの情報を教えてやろうか。なになに？実はな、このルパス石の村の女性と再婚してこの村に定住することになったのさ。おお、とっても優しい女性だからな。彼女が新しいお母さんになれば娘も寂しい思いをしなくて済むだろう。どうだ、とっておきの情報だろ。おいそれと他人に話しちゃダメだぜ。よかったよかった。でも常にここにおる気がするけど、ちゃんと家はあるの？お兄ちゃん世界の救世主様なのね。私嬉しくて世界の救世主様と知り合いだよって友達に自慢しちゃったわ。いやまああれよ、この村のみんな世界の救世主様の知り合いやけんね。で村長の家ここやっけ？あなたが無事に帰ってきた時、エマちゃんは泣いて喜んでたわ。それだけあなたのことを心配してたのよ。今までずっと心配かけてきたんだから、これからは奥さんを大切にしなきゃダメよ。頑張ります。しかも仲間たちはみんな、あ、ここにおる。仲間たちはみんな自分たちの場所に帰ったんかな。あゆな、最近エマちゃんとはうまくいってるのかい？多分。意外とラブラブみたいだね。でも調子に乗ってわがままを言ってエマちゃんを困らしちゃダメだよ。
あんなに美人で性格のいい子があんたのお嫁さんになってくれるなんて奇跡みたいなもんだからね。絶対に彼女を幸せにするんだよ。お母さんとの約束だからね。いやー、世界を救った勇者が旦那の方が奇跡やと思うけどな。ジョ、アユナ、本当によくやったな。ロトゼタシアに真の平和が訪れたのは全てお主のおかげじゃ。辛く苦しいことばかりだったろうが、よく勇者の使命を果たしたな。わしはお主を心から誇りに思うぞ。それにその英雄が今や可愛い孫娘の婿殿じゃからな。こんなに幸せなことはないわい。わっはっは。特に何もないっぽいな。平和になった医師の村を見て回ろう。別に何かすることがあるわけではないのか。医師の村へようこそ。この村はロトズタシアの救世主、勇者アイラの生まれ故郷だよ。そのうちなんか像が建てられそうな感じがする。え、何してるのかって？旅行客を歓迎する、いや、練習をしてるのさ。医師の村を勇者が生まれ育った村として大々的に売り出そうと思ってね。きっとがっぽり稼げるはずだよ。やだな、現金だよ。見たことない服を着た女の人が二人、村の入り口でアユナを待ってたよ。とっても綺麗な人たちだったな。二人？もしかしてベロニカ大人に戻った？双子の姉妹じゃない、違う？そうかなって思ったんやけど。グロッタの舞踏会で戦った時からただものじゃないと思っていたが、まさか世界を救っちまうとはね。今やロトゼタシアの英雄だもんな。お前に負けた時は悔しかったが、今では戦えたことを光栄に思ってるぜ。それはよかった。ベロベロベロン。魔物の親玉を倒すなんてすごいベロン。お礼にお前の顔やめてくれ。ベロベロするベロン。ん、なんで嫌そうな顔するベロン。ベロベロできないなんて悲しいベロン。犬とかじゃないんやけんさ。人間のおっさんにやられてもな。いや、やっぱりベロニカそのまんまちっちゃいな。見たことない服を着た女性二人。女性っていうの、ベロニカ。女の子じゃない？お、アユナ、いいところに来た。あそこにいる可愛いお嬢さんたちがお前のことを待っているぞ。お前に会うために遠くからはるばる石の村まで来たそうだ。早く会ってあげるといい。可愛いお嬢さんたちだな。性にはわかるとして。いや、元気してた？元気元気。どれぐらい経ったんか知らんけど。こうしてお会いするのは、邪神ニズゼルファとの戦い以来ですわね。え、もう結構経ったんかな。今日は邪神討伐の目的を果たし、生活に張りを失ったあんたのためにいい話を持ってきてあげたわ。何？真のラスト後にも何かあるってこと？やり込み要素かな。覚えておいでですか？邪神を封印した後、賢者セニカ様が勇者の剣を大樹に奉納したこと。奉納した？なんか勇者の剣で弾壊しよったとこまでは見たけど、あれ奉納って言うん？これじゃないの？その勇者の剣はロトゼタシアの希望の象徴。私たちもセニカ様に習い、勇者の剣を命の大樹に収めた方が良いと思ったのです。ま、世界の命運を握る勇者の剣をズボラなあんたに預けとくのは忍びないから。あれか、歴史上の話ってわけや。その奉納したっていうのはさっきの話じゃなくて。というなるほどなるほど、お前ごときが持っとくなってことやね。命の大樹までの短い時間だけど、もう一度私たちと旅に出てみない？なるほど。え、この3人でいいよ。そう来なくっちゃね。それじゃ私たちここにいるから、準備ができたら声かけてくれる？え、もう全然今すぐ行けるよ。短い旅とはいえ、命の大樹に向かったらしばらく村に帰ってこられませんわ。え、そんな？戦いの準備などは不要ですが、医師の村の皆様に挨拶を済ませ、旅に出る心の準備だけお願いしますね。戦いの準備は不要なんや。え、てか私今さ、すごい医師の村人の格好をしとんやけどさ、一応ちゃんと、うん、なるほど、ちゃんと装備はできとんか。平和な世界になったけんって身ぐるみ剥がされとるわけじゃないんやね。もうそんな装備必要ないでしょみたいな。とりあえずエマにだけ挨拶してくるか。じゃあまた出てくるね。え、また旅に出るつもりなの？
帰ってきてからそんなに時間も経ってないのに、あなたは本当に冒険が好きなのね。危険な旅じゃないなら構わないわよ。どうせあなたのことだから止めても行くんでしょ。でもあなたは一家の大黒柱なんだから、できるだけ早く帰ってきてね。もうすぐ新しい家族も増えることだし。ふふ、マジで？ふふ、そんなの聞いてないですけど。いつの間にだよ。母親にも話しとくか。また旅に出るつもりなのかい？無事に帰ってきてせっかく安心したのに、本当に世話のかかる子だね。魔物もいなくなったから、それほど危険もないと思うけど、旅に出るなら気をつけていきなよ。あ、魔物も、フィールド上の魔物もおらんなったってこと？そういうこと？じゃあやり込み要素とかなくない？一応あれか、平和になったとはいえ、多少のモンスターぐらいはおるんかな。あゆな、命の大樹に行く準備はできた？オッケー。村のみんなへの挨拶は済んだみたいね。じゃあ早速、勇者の剣を返しに命の大樹へ行きましょう。あゆなはベロニカとセイネと共に命の大樹へ向かった。しかも一瞬やし、自分で行くわけでもないんや。いちいち一回一回そこ通るのめちゃくちゃめんどくさくない？いやー、しかもこっからはまた普通に動かすんかーい。また消えるよっちだね。ん？これは一体どこに行けばいいんだっけ？こっちなんか。このなんか周りを飛び、お、またよっち。周りを飛びうる、この鳥みたいなやつが、命って言ったんよね。お。遠いんですけど。でも本当にモンスターおらんくなったね。すげえ、めちゃ、モンスターおらんならさ、もう途中での戦闘とかもないわけやけん、一瞬でつかせてくれていいんやけど。あ、あったあった。ここに？ここに奉納するの？あ、そっか、もともとここにあったやもんね。ってことはやっぱりあれか。過去に、セニカが奉納しとったってことよね。未だに信じられないわ。この大樹の魂に、無限の力が秘められているなんて。はじめに光ありき。神話の一説によれば、もともとこの世界は闇に覆われた死の大地だったと言われています。そこに命の大樹の光が降り注ぎ、緑豊かな美しい世界、ロトゼタシアが生まれたそうですわ。ロトゼタシアが生まれたそうですわ。ここは私たちの命のふるさとなのかもしれませんね。さあ、勇者の剣を大樹の魂へ。どうせならこういうことって仲間全員が揃ってやりたくない？なんで二人だけなんやろ。まあもうそれぞれの生活に戻っていったんかもしれんけど。神はあれかな、クレイモランにおるんかな。妹がおるし。何？え、何？なんかドラゴン現れたんやけど。何このドラゴン。ようやく会えましたね。誰？光の子らよ。いや誰？なんか喋ってるんです。え？命の大樹のもう一つの姿。かつて青龍と呼ばれていたもの。なんか青龍がどうたらこうたらみたいなの言いよったね。はこいつが昔、こいつにやられて封印されとったんやっけ。ミスゼルファ、私は破れ命を落としました。破れとるな。私の命は光の源。主を亡くした光たちは時の彼方に葬られ、世界は闇に飲まれました。
しかしこれは私と共に戦った神の民、神の民、共に戦ったってことは戦闘力結構高い感じ意外と。うわぁ、ヨッチたちが。私の失われた時が再び動き出したのです。生き返ったってこと？私は自らの姿を捨て命の大樹となり、この世界を作りました。すげえ創造神や。いつかニズゼルファを打ち滅ぼす勇敢なる者たちが巡り合うことを願って。やっぱり仲間全員できた方が良かったって。そしてあなたはやり遂げたのですねえ、私たちだけこんななんかありがたいお言葉をいただきよるけど。じゃあしニズゼルファの討伐を。光の子よ、あなたこそロトゼタシアを救った誠の勇者。あざし。あなたはこれよりロトの勇者として語り継がれ、うわ伝説になる自分が。架け橋となるでしょう。ロトの勇者よ、光ある限り。いいね。闇もいいね。テーマソング。長き時の果て。再び闇からワクワクするもんね、このドラクエのテーマ。もしかしたら私自身が闇に染まることもあるかもしれません。しかし歴史は繰り返すんよね。勇気は決して消えることはありません。もし私が闇に落ちてしまったら、その時はどうか。何？この剣を終わったんかと思った。消えた。ってことはまた過ぎ去りし時を求めて、何百年後とかそういう時にこの剣を取りに来る勇者の末裔がまた現れるってことやね、きっと。あ、ローシュ？セニカちゃんと会えたかな？いや、最後がさ、仲間が揃ってなかったのがすごく納得がいかないんだが。ね、絶対仲間全員で揃ってあの話を聞いて、このエンディングを迎えるべきやったと思うよ。わー、すごい。ロゴが。昔のやつ。すげえ。あ！へえ。うわー。いいね、いいね。すげえ。ワクワクするね。めっちゃ楽しいやん。こんなドット絵でもワクワクするんやけん、すごいよね、ドラクエ。ふわー。なんか、めっちゃ。なんかよくわからんところにさ、有名どころの声優さんめっちゃ使っとるやん。やば。めっちゃ適当に聞きよったけどさ。私普段自分がさ、個人的に、あ、すごい全部流していく感じこれ。ドラクエ2来たよ。普段ね、あの何、自分がプライベートでゲームするときって、どんだけフルボイスって書かれても、無音でするんやけど、ゲーム。ね。別に声優さんとか好きなんやけど、
ゲームは黙々とやりたい派なんよね。BGM がいいとか声優さんが豪華とかいろいろね、最近アプリゲームでも書かれとるけど、ひたすら無音でやるっていう。3! そして伝説へ。うわーいいなー、めっちゃいいな。これ11まで全部ある？すごいな。なんかちょっとずつ、てかあれさ、めっちゃ邪魔じゃない？まあレベルの部分やけんいいんかな。なんか上の文字にかぶってくんなよ頭って感じやん。すごいああいうの気になるんやけど、わかる？あー、名前アルスってあったね。ほうやほう、導かれし者たち。これかあれか、アリーナとか。あれよね、なんかいろんなキャラ切り替えるというか、なんか章ごとに分かれとるやつやろ、操作キャラが。私、あれかな、え、これかな、人生で初めてやったドラクエ。なんか、親が持っとったスーパーファミコンのドラクエ。多分これやと思う。なんか一番最初に、なんか性格診断みたいなやつがあるやつ。そこの部分が面白くってひたすらやりよったんやけど。進めろやって感じやけどね。あ、来た！ファイブ天空の花嫁。多分人生で初めてやったドラクエはさっきの4なんやけど、人生で初めてめちゃくちゃハマったドラクエはやっぱ5やね。だってこれめちゃくちゃリメイクされるやろ？いや、面白いもん。あと、子供から大人に成長していくっていうこの主人公のね、人生を追体験する感じ。今思えばめちゃくちゃ重い人生なんやけど。もう6。6から急にあれやね、綺麗な感じになるね。絵が。いや、ただね、6ってさ、初期からクソ難しくない？初期からめちゃくちゃ難しくって、すごいなんか、心が折れそうになるんよね。嫌になるんよ、めっちゃ。この段階でこんな敵出てくるみたいな。めっちゃ強いんやって。え、これラスボスじゃなくて？みたいな。やばいんよね。はい、セブン。多分、ファイブの次に、めっちゃハマったのが、セブンかな、私。でも、そう考えたらあれやな、ファイブもそうやし、セブンも、結構なんかテーマ的には重たい感じよね。これはこれでなんか、すごい賛否分かれとったみたいやけど、内容的に。でもなんか私、過去を救ったりとかさ、なんかそれによって未来が、ハッピーになったり、大して変わってなかったり、すべてがハッピーになるわけじゃないっていうところがあるよね。なんかリアルよね。あ、で、ここからマジで劇的に絵が。まあ、セブンも画期的な感じやったけどね。あー、なんか個性的やったよね。ヤンガスとか、トロデオとか。うわ、懐かしい。ちょっと前のような気がするけど、めちゃくちゃ懐かしいな。え、エイトって？私 YouTube でしよった？個人的にしたんかな？そこの部分は全く覚えてねえや。あ、これないんよね。え、思うんやけどさ、これ、ナインはさ、え、ナインだけよね。全然、なんか、なんていうん？他の媒体でできるようにしてないやつ。これ、DS やっけ？ 3DS やっけ？なんかわからんけど、でしかできんやつやろ？
私これ結構好きなんやけどな。まあドラクエなら何でも好きなんやけど基本的にドラクエなら何でも好きなんやけど、普通に面白いけどな、星空の守り人。あ、天、最近ねオフラインが出たやつね。うわ、絵めっちゃ綺麗あ、めっちゃ綺麗。あ、唐突に綺麗。さっきまでのまだちょっとガタガタしとったもんね、ちょっと。天さ、私が映しとったとこまでさ、あれないの、アスムが何やった、編集してないまんまさ、私が映しとった部分、途中なんかめっちゃデータ消えたみたいな話しよったやん。データ消えたんよね。なんてことをしてくれてるんだかって感じやけど。え、私何しよったっけあれ。盗賊クエみたいなにしよらんかった。めちゃくちゃ初期段階な気がするけどね。アスムが編集がめんどくさいっていう理由で打ち切りになったドラクエ10 私は好きやったよ。ただもしかしたらいつか映すんかもしれんっていうので全然プレイできてないけど。え、これあれ、さっきの話の続き、過去に戻ってきたってことやろこれ。すげえ、ここで見えるんや。ちゃんとその後教えてくれるんやね。めっちゃいいやん。え、これ何、向こうから歩いてきてばったり会う、これはどこなの。え、すれ違ったりせんよね。これお互い逆に走り寄るとかいうことない？ちゃんと出会える？あ。おー。感動の再会。これが一体どの段階なんかわからんけど。救えるの？ちゃんとローシュ。とりあえずウラノスをの暴走を止めればいいよね学校がめちゃくちゃにしたっぽいけん。すげえなー、最後ご先祖様の話で終わった。あ、これなに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 、未来。すげえ、本に収まっとったよ。これはもうあれやろ、主人公たちが、とっくに、ご覧になった後の未来ってことやろ。語り継がれるんやね。これは誰？子孫かな？これ絶対子孫やん。起きなさい、起きなさい。私の可愛い坊や。ってことは、この母親が、誰や。今日はお前が初めてお城へ行く日だったでしょ？フィン。今の母親が、主人公たちの、どれぐらいなんやろ？でも本になっとるぐらいやけんな。孫とかひ孫とかそういう状態なんかな、すでに。それどころじゃないかもしれんね。もう100年ぐらい経っとるかもしれんけど。ふわー。終わったよ。終わったよ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、ついに、なんかだいぶかかったけど、ドラクエ11終わったね。すごいなー。いつかその後の子孫の話がメインになったのも出るかな、ゲーム。近々ではないか。また新しくドラクエのアプリが出るっぽいけん、
それが出たらとりあえず1回は紹介として動画を上げようかなと思ってます。